こんばんは、滝雄介でございます。おかわりございませんか。今日は3回ほどお話申し上げてきました長谷川史郎という作家につきましての最終回にしたいと思っております。この人ね、語り出せばいくらも問題があって面白い話題があるんでしょうけれども、現在の私の力量ではここらで一区切りということにさせていただきたいかと思っておりますけれどね、今回ね、一つご紹介したい本がございまして、戯曲故事新編という、戯曲が長谷川史郎にあるんですね。ところがこれ、長谷川史郎にあると言ってしまっていいものかどうか。故事新編は思い当たられる方も多かろうと思いますが、魯迅の作品の中にございます。魯迅の同時代を扱いました短編小説群とは違いまして、伝説、神話など故事を書き記しました文献を、今風にと申しますか、焼き直して、魯迅らしい風刺性、ピリ辛を添えた文章でございますね。これはまあ歴史小説と言いますか、風刺小説と申しますか、なかなか魯迅流の辛い作品群なのでございますけれど、それにさらに辛みを加えてと申しますか、目をつけまして戯曲化したのがこの戯曲故事新編でございます。作者は長谷川史郎と申しましたがね、半分嘘です。4人の作者による共同制作ということになっております。小沢信夫、佐々木喜一、花田清照、そして長谷川史郎でございます。それぞれ一癖二癖ある著者たちが、魯迅の故事新編の中でこの短編を俺は使う、この短編とこの短編を組み合わせて俺は使うというような形で、4人がオムニバス形式風にでも起承転結ということになってましてね、1人1場面ずつ描いて4場の芝居にした。それぞれ別なお話でございますから、出典がですから登場人物も違うんです。かなり抽象化して主題とか意図というようなところまで持ち上げませんと、その起承転結の意味が伝わらない。4つの単に別々のお話が並んでいるだけではないかなというふうに思われてしまいかねない、そんな作品でございます。これ問題作でございますよ。で、なんせ昔の神話伝説などを材料にしておりますから、場面もですね、切られた首が空を飛んでみたり、命がないはずの人間がもう一度喋ってみたり、大変な場面が出てまいりまして、上演には苦労する難物だと思いますが、きちんと千田これや演出で初演もなされている作品でございます。この共同執筆共同作品、文学史に明るい方でしたらははーんと思われますかね。こういうアイデアが好きなのは花田清照でございます。花田清照という人は、とにかく創作というものは運動から出てくる、まず運動の渦を作り上げなければならないなんていうことを考えたり、個性なんていうものはもはや後回しだ、そんな時代ではない、まず個と個の関係がある、その関係の中で個性というものは後から現れるというような発言をしてみたり、なかなかアバンギャルドな発想を豊富になすった方です。この花田清照が、どうだい共同制作っていうのをやってみないかというようなことで、他の3人も大いにモダニスト好き、古い起承転結、近代的自我の確立などなどという近代文学のお約束ごとからどうやって逃れようかというようなことを考えがちな作者たちだったもんですから、おお、それは面白い、どういう芽が出るかやってみようじゃないか、私に言わせれば一種の才能ある作者たちの面白半分、実験精神というようなものがふんだんに現れた
そんな作品かと思っております。もちろん読むドラマとしてお読みくだすっても大変面白いございます。また魯迅の故事新編と比較してお読みくだすっても大変に面白いございますので、おすすめはできます。さて、それやこれやこの共同制作ということ、それから何回か前に申し上げましたシベリア体験から来ることか、それとも作者本人の資質才能から来ることか、あっけない、言葉少なである、そしてドラマティックな盛り上がりというものをあえて毛嫌いしているかのようにそっけなく表現する、こういう長谷川史郎の感性美意識と申しますか、こういうものと相まって考えますとね、ははーなるほどなぁと思わないではいられません。と申しますのはね、長谷川史郎、元は法政大学ドイツ文学科の卒業生でございましょう。外国語は堪能なんです。翻訳も大きな翻訳の仕事をいくつもなさっているんです。そして後年の翻訳された著書の中にドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトが含まれているんです。ああ、ブレヒトね、とご存知の方なら思われるでしょう。つまり共産主義者でベルリーナ・アンサンブルというドイツの抵抗思想の劇団と申しますか、そういうところの主催者で作者であり演出家であった方ですよね。有名なセリフ、ブレヒトの、客を感動させるな、冷めさせよと言います。さあここです。ちょっと大風呂敷と申しますかね、大げさなことをまとめですから申しておきましょう。人間の文学史あるいは演劇史なども含めまして、感動とは何かという定義について大まかに分けますと2種類しかございません。それは同化させよ、もう一つが異化せよ、この2つです。同化とは物語の中に読者観客を引き込め、で感動させよ。これは古くはアリストテレスの史学、感動とは何か、劇とは何か、ドラマとは何かというようなところに始まりまして、フランス古典劇の時代にも、あるいはドイツゲーテの時代にもずっと行われてきた。もちろんシェイクスピアの時代にもです。観客をその気にさせろ、舞台で上演されていることに引き込め、この考え方ですね。そしてもう一つが同化の反対、異化です。同化させる感動論は、大笑いする、あるいは同情して涙する、ああ涙流してすっきりしたと言って劇場を出ていくときには観客は忘れてしまう、それでは何にもならない、そうではない、舞台というものはそうだったんだわ、目覚めた、私自身もそうだわ、これじゃいけなかったんだわと酔いしれて感動している自分の状態を覚醒させて、冷めさせて劇場から去らせよ、これがブレヒトの考え方です。有名な肝っ玉オッカーとその子供たちという作品、進駐していく軍隊にくっついて雑貨商の小さなテント、現在でしたらワゴンカーで、石鹸からタオルから何から積んで、へえ、軍隊があって戦争がある限り私の商売は絶対に潰れることはないやねって、たくましい雑貨屋のおかみさんがいる。しかし息子たち、お前たちだけは戦争に行ってはいけない。息子たちは、おっか、なんてこと言うんだ、戦争があるおかげで俺たちはこうして暮らしていけるんじゃないか、俺は志願してでも戦争に行く、次々息子たちが戦場に立っていく、なんてこったね、息子たちが無事で帰ってくれりゃいいか、戦争なんか、真っ昼だ、困ったもんだ、でもね、私のテントは軍隊さえやってくれりゃ明日も大儲かりさ、はっ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 はというのですが、このおっかさん矛盾してますよね。でもそれを舞台で見て何がしかを考えた、つまりこのおっかさんに同情同感共感するのではなく、このおっ
家さんに何かの批評を抱いて劇場を出てくる。観客をそのようにせよとブレヒトは言ったわけですね。ブレヒトの翻訳者であり、紹介者であり、推奨者です。長谷川史郎は。なるほど。個性が先か、関係が先か。関係というものがあるからこそ、個性が確定される。その関係性が変われば、個性なんて、人間なんて変わっちまう。そうかもしれませんね。A さんと B さんの付き合いの中では、俺はこういう人間なんだけど、彼女が現れて彼女と二人きりになると、俺なんか人が変わっちまう。あり得ることですね。よくあることですね。ということは、もしかしたら関係が先にあって個性なんか後なのかもしれない。ところが、近代的自我の確立、人間は持って生まれた個性というものを持って、と、近代哲学も、近代芸術も、近代文学も、常識のように前提のように申してきたわけでありますが、本当でしょうか。ここに実は、まあ20世紀にそのような哲学も文学も実際にいくつも出ているわけでございますが、実験的なものですね。ここに実は新しい時代の新しいものを考える何かの糸口があるかもしれません。そして今日、反演劇の演劇とか、反文学の文学とか、様々な20世紀後半から続いております実験がございますが、その先にどういう果実を結ぶかは私は存じません。またそれを確かめうるほど寿命が続くとは思えません。ただし、そういう未来の、未だ私ごときが想像すらつかぬ美が登場するとして、そう期待をして、そのために現代芸術の局面が何辺にありや、どの辺に今位置しているんだろうというようなことを考えるにも、この長谷川史郎の素っ気なさ、あっけなさ、そしてだからこそ反面の厳しさ、これはもう一度じっくりと読んでみたいと思える作家の一人なんですね。長谷川史郎をおしゃべりし始めた第一回の時に申し上げました。私、この作者についてよく知っているものではございません。ただ折につけ少々の作品を読んだ限りで、大変に魅力的な作家と感じております。そしてこれも申し上げましたが、長谷川史郎でなければ言うことを聞かぬという熱烈な愛読者を持っている個性的な作家であることも承知しております。そういう愛読者方は私の何倍もこの作家に入れ込んでいることでございましょうね。今更そういう愛読者方に追いつこうなどとは思っておりませんし、追いつけようもないのでございますけれど、私なりにこの作者はもう少し読んでみようかなと思っております。ご一緒にお読みくださる方を募集中です。失礼いたします。ありがとうございました。ごきげんよう。